河内本は、源氏物語の写本のうち、大現物、源光幸とその子源近幸が作成したと、されるもの、及び、それを写して作成されたとされるものを言う。河内本という呼び名は、高校、近幸が共に、川内守を歴任していることに由来する。源光幸とその子源近幸が協力して、当時乱れに乱れていた。 源氏物語の本文を正すために作られた。その当時伝来していた21部の源氏物語の古写本を集め、数度の競合と重工によって第三千万単の猛という、原稿業によって1236年2月3日に始められ、源の三の没後、源近幸によって1255年7月7日に一旦これを完成させたとされる。 集められた古写本の中で、源の光つゆきがもともと持っていた写本と以下の7つの写本を特に重要視していたとされる。これら以外にも、平瀬本奥書きなどによって、広本、花本、春本、武衛本、江本、山本、馬本といった写本を参照していたことはわかるものの、これらの写本がどのような由来を持ちどのような本文を有する。 写本であったのかはほとんど不明である。この本は、原工業の没後、源近行によって、ほぼ完成され、定本として、家に伝えたとされることになったが、その後も、近行の小源義行、孫源、とも行等が代々過失して伝えたとされている。源の光行、源近行が共に、川内守を歴任しているため、川内本の名称が完成られている。 鎌倉時代から室町時代前期にかけておもんぜられ、その後も大きな影響力を持った本文である。この河内本を諸射した書本の系統を河内本系と呼ぶ。交換に交換を重ねて対三千万単の網に至ったとされる。つまり河内本とはもともとあった本文に積極的に手を加えて新たに作り出された意味の通りやすい根性本文であったとみられる。 河内本は南北長期、室町初期までは、青表紙本よりもむしろ盛んに用いられていたが、室町中期、葬儀、三条に仕さの頃から、定価の青表紙本を尊重すべきことが強調され、それ以後河内本は研究者の面にほとんどお触れなくなり、近代まで世にうずもれてしまうこととなった。しかしながら、河内本衰退後に有力になった青表紙本や、 青表紙本の系統に属するとされる、英利源氏物語や古月章などの江戸時代の半本の本文は、河内本の影響を大きく受けているとみられる。これは、青表紙本にはしばしば意味の通らない箇所や、別の部分の記述と矛盾するように見える記述があり、該当部分の河内本を見ると意味が通るような記述になっていることが多いために、 河内本に沿って青表紙本に訂正を加えることがあったからだと見られる。最も良質な青表紙本の写本であると言われている大島本でも本来の本文に対して河内本に基づくと見られる多くの訂正の跡を確認することができる。主要な写本として以下のような写本があり、そのうちのいくつかは複製刊行されている行為を収録した本として次のようなものがある。 ありがとうございます。